これが千歳の湖です。めっちゃここ見晴らしが良さそう。ん、おいしい。あら、ワンピースでも欲しいの？岩がいっぱい落ちてて、なんか遺跡みたい。新婚旅行で世界一周96カ国目の中米の国エルサルバドルに滞在中の私たち。前回ホンジュラスからエルサルバドルへ国境越え、世界一周96カ国目に入国し、凶悪都市のサンサルバドルを早速街歩き、ステンドグラスの綺麗な教会を貸し切りで楽しんで大満足の観光でした。今回は首都のサンサルバドルからスチトトという街に向かいます。治安の悪いこの国でものんびり過ごせる湖畔の街のようなので、日帰り観光で楽しんできます。どうもこんにちは、ミトーストップです。今日はサンサルバドルの街からスチトトというところに行こうと思います。そこは結構藍染めとかで有名な街らしくて、日本のジャイカの方とかが結構活躍されてる場所らしいんだよね。でそこね、結構綺麗な湖とか、あと行ってみたいちょっと滝川かなあるんで、そして今日はローカルバスに乗って今から向かおうと思います。事前情報だと町の方からバスに乗れる予定だったんですけど、多分この新しいターミナルができてルートが変わっちゃったみたいで、ここに来るまでにすっごい苦戦しちゃいました。街に到着しました。1時間半ぐらいかかったね。ね、お昼だからちょっと混んでて長かった。で、街の感じはグアテマラのアンティグアに似てるって言われてて、結構可愛らしい街らしいよね。コロニアルが一番綺麗ってエルサルバドルでは言われてるらしいんで、ちょっと楽しんでみようと思います。藍染めの靴とかあるよ。あ、そうだよね、藍染めが有名だからいろんなものがあるんだ。でも藍染めじゃないのも染めてるね、いろいろあるんだ。結構街が可愛い感じだね。ね、カフェとか行きたくなる感じ。ね。じゃあなんかとりあえず食べに行きますか。うん。何あるかな。可愛いね。なんかスチトトってみんなスチって呼ぶっぽいね。ね、このデザイン可愛い。スチ。ここからメルカドに入っちゃいました。どんか食べるものあるかしら。ね。飯コーナーはどこ？あっちかな。ちょっとキッチンが見える。ここもプップさしかない。トルティーヤ屋さんかも、ここご飯じゃなくて。あ、そういうことか。すごくない？トルティーヤ屋だけで6軒くらいって競合が多すぎる ね。なんか食堂っぽいとこあったね。ね、みんな何食べてんだろう。ほら、美味しそうだけど、煮込みみたいな。じゃあ、ウナカルネポルファボル。Y una pollo, por favor. ¿Con carnada? Sí. ¿Oí sí, かな? ね、おいしいといいね。なんか定食みたいなのってやっぱワクワクする。ね、久しぶりのメルカドだ。うん。Gracias. Gracias. ¿Lo presto? Ah, ¿cuánto cuesta? Ya va. Ah, ya, por favor. Sí. Ya se lo llevo. Orchata って昨日飲んだやつ。Ah, orchata. Muchas gracias.めっちゃ優しい、ね、エルサルバドルの人みんな優しいよ、ね、今ご飯持てないなと思ったら運んでくれた ね。これ一つ 2.5 ドルなんだけど、飲み物とかもついてるから込み込みだと結構お得だよね。確かにボリュームすごい ね。嬉しい。じゃあいただきます。うん、おいしい。美味しいんだ。うん、米もなんかパサパサしてないしね。トマト煮込みのソースがめっちゃ美味しい。へえ、いいね。いい当たりだ。うん、スパの言う通り、このなんかトマトソースみたいなのがめっちゃうまい。美味しいよね。私お肉食べたらお肉もホロホロだった。これチキンだからかぶりついちゃう。うん、うん、味がついてる。あ、そうなんだ。ボリュームもありそうだったからよかったね、うん、お得だね。うまい。これからこの大聖堂の横にある藍染めのお店に入ってみたいと思います。パスールって名前だよ。青って名前。ブルーですね。入ってみよう。おー、おー、
わいいね。かわいい。こういうサンダルみたいなもん。15ドルだって。へー。なんか靴って思うと安い気がする。バッグから。結構かわいい感じ。ちっちゃなポチってお土産で買いがちだよね。ね、シンプルでかわいい。これとか。あ、それは結構ちゃんとお財布だね。かわいいね。エルサルバドール。ちなみにこの町では藍染め体験もできるらしいよ、場所によっては。そうなんだね。自分で白い服持ってったら染められるんだ。なんか思ってたよりおしゃれだ。どんなの想像してたの？失礼だけどちょっとなんていうんだろうな、古き良きみたいな感じかなと思ったけど、結構おしゃれっぽいものが多いです。はあ、なんかいいの見つけたの？なんかちょっと可愛いなと思って、なんかよく見るとすごいきめ細かい模様が描いてる。本当だね。藍染めって一見わからないくらいの柄だね。ね。なんか中米のやつサイズでかいんだよね。結構横にでっかい人がいるから片足で入っちゃいそう。これも俺にでかくない？あ、明らかに大きいね。なんか2倍くらい横だけど。ワンサイズでしょ。そうだね。あら、ワンピースでも欲しいの？これ用じゃない、自家用で。可愛いよね、でも。藍染めってすごいな。よく染め方は俺知らないけど、染めたくないところをめっちゃ糸できつく縛るんだよ。それをめっちゃ青い液体の中につけて結んでて染みなかったところがそれで白く残る。すごいな。全部計算されてんの？そうそう、私の小学生の時の藍染め体験による記憶によるとね。いい小学校だな。俺やったことない、藍染め。珍しいのかな。この藍染めの文化ってここら辺で内戦があった時に一回途絶えそうになったんでしょ？うんうん。なんかそれをJICAの人が助けてくれて、この伝統みたいなのが今も残ったっていう感じなんでしょ？ね。だから日本の人たちが頑張ってなんとかこの文化も残ったと思うとすごいね。JICAの人ってすごいね。ね。今歩いて滝を見に行こうとしています。なんかちょっと町の人が遅すぎるよとか言ってるから心配だけど、見れるといいな。滝の入り口に着きました。おお、湖が見える。すごい綺麗。おお、めっちゃここ見晴らしが良さそう。わあ、綺麗。こっからの景色すごいよ。すごいね、綺麗。湖が見晴らせる。おお、これが千歳の湖です。めっちゃ綺麗。綺麗だね。この湖結構長い距離湖があるみたいなので、すごい遠くの見えない方までずっと続いてます。ここにはハンモックとかブランコがいっぱいあって、めちゃくちゃ憩える感じです。ハンモック船ぶりなのでめっちゃ懐かしいです。気持ちいい。肝心の滝はどこにあるんでしょうか。多分下かな。じゃあ行ってみようか。そうだ、滝あった？なかった。やっぱなかったか。晴れてた。でもなんか面白い岩だね、本当に。おそらくちゃんと雨が降ってる季節に来ると、この岩に流れてる水がしっかり流れて、あそこに滝ができるんだと思う。一応ここからちょろちょろではあるけど水が流れて、かつて滝壺だったところは見えます。きっと浮きに来ると綺麗なんだろうな。でもこのなんか六角形みたいに岩がなってて、それがなんか連なってるみたいな。すごいアイスランドみたい。そう、アイスランドで見たやつに似てるわ。で、あとあっちの方とかなんか岩がいっぱい落ちてて、なんか遺跡みたい。崩壊した遺跡ってこんな感じだね。崩壊した遺跡といえば、この前行った遺跡ですね。コパンルイナス。それと確かに似た感じ。自然じゃないっぽく見えちゃう。なんだか道があったので下ってきてみたんですけど、そうすると滝が流れてる石柱の壁が見えます。これは結構すごい。この石柱の岩壁の感じはすごいアルメニアにある町で見たのにすごい似てる。本当雨季だったらここに滝が流れてるから結構すごい迫力があるんじゃないかなって感じ。なんでこういうのができるんだろう。
エルサルバドルの湖畔の町スチトト、いかがだったでしょうか。治安がかなり心配されるこの国ですが、スチトトはのどかでとっても可愛い町でした。今回は日帰りで訪れましたが、一泊ぐらいのんびりしてもよかったなと思います。エルサルバドルのイメージ変わったよっていう人はぜひグッドボタンお願いします。それではどんどん中米を縦断していくので、チャンネル登録して次回もお楽しみに。エルサルバドルコーヒーを飲みに行こうと思います。次回はサンサルバドル新市街を街歩き、凶悪都市と名高いこの街のおしゃれエリアで人気のカフェやパン屋を巡って大満喫。次の国へ入国を試みるもまさかの、俺はこの世界一周中の中でも一番冷や汗かいたかもしれない。最近っていうか多分私一番だと思うわ。